どうも、お酒は私なんてかまさやんです。こんばんは。今日は2021年の9月14日。はい。宝焼酎ハイボールドライです。飲んでおります。今日私の画面少し大きめなんですけども、はい、ゲームの方はね、ほとんど見ることはないと思うので、はい、大きめに設定しております。今日動画撮る予定ではなかったんですが、ちょっと緊急でやっております。はい。まあ、とりあえず、近況だけちょろっと、X136、20日目ですね、20日目、私のコース、ガンストです。ありがとうございます。20日目か。最速は確か19日だったので、ガンストね。うん。1日遅れということですから、ぼちぼちではないでしょうか。チェーキ。まあ、すぐガンスト。大凶があと200〜230万かな。はい。で、新兵大将もレベル46、盗賊がレベル40超えてきたということで、この3部隊はね、テストが始まったら出せるという感じでございます。カンスト今日厳しいかと思ってたんですけど、あと帰属してて、このレベル7条ですよね。ここ突っ込んだら、1回行動で40万以上取れたのが2回ありまして、ラッキーでしたね。はい。それでね、今日カンストできました。ありがとうございます。以上。で、明日ですね。明日告知来てます。9月15日、大型アップデートメンテナンスですね。明日は11時から13時、2時間です。2時間のメンテナンスなんで、お気をつけください。はい。まあ、新武将があったりね、新イベントがあったり、ですね。天候システムとかね。はい。こういうこと、機能追加とか、いうことがあってます。はい。で、今日の本題です。はい。今日の本題、緊急って言ってたのは、宝物です。宝物。はい、宝物です。これについてね、とりあえず前の宝物関係の動画について振り返っていきたいんですけども、まあ、一つこれ騒ぎになってですね、第三国志本場中国はソットの日で ありまして、宝物システムっていうのが実装されまして、これでまあ大炎上しまして、一回停止したのかな、宝物システム停止して再度見直して、実装したという経緯があるようでございます。すごい詳しいところではちょっと僕も知らないんですけどね。宝物システムっていうのは言うならば、第三国志は今少ないですけど、他の新鮮とかね、今三国志とか馬とかあったけど、新鮮は武器とか、まあ、そういうのあるだろう。要は、その武器とか防具とか、まあ、要はステータスがアップしたり、いろんなバフがかかったり、まあ、そういう様々な効果を得られる宝物というのが、まあ、武将に装備できるんですけど、その効果がめちゃめちゃえぐいし、それがめちゃめちゃ課金優遇というかね、課金しないと、まあ、いいものがゲットできないと、強化できないとかっていう、ことに対して、やっぱ無課金とか美課金に対する配慮というかね、あまりにその格差ができしてしまって、その第三国志の良さがね、まあ損なわれるのではないかという、まあ中国でそれがものすごい、言われて、まあ一大事件になりました。その事件に関して僕がね、その記事っていうのは、孔明のお部屋さん、ブログのね、孔明のお部屋さんで発表されてて、それを、元に私が動画で出したんです。で、そうなった時に、これ日本で実装されたら引退するとか、まあ、めちゃめちゃ反響があったというか、まあ、Twitter でもすごいことになりまして、まあ、その時に今は新鮮やられてますけども、ブログで有名な、ね、子供さんが意見集約をして、まあ、運営の方にね、日本実装を、まあ、生むとか、実装するなら、まあ、ちょっと、いろいろね、調整してくれっていう、まあ、そういうことをおっしゃられたのか。まあ、詳しくは僕も知らないです。どういう意見がまとまって、どういう意見が、提出されたのかちょっと把握してないんですけども、もう、その中で、まあ、上の方からも回答があって、まあ、ちゃんとやりますみたいな形で、という、まあ、流れというまあ、一連のことがあって、まあ、新制服シーズンがずっとこう積み重なってきて、まあ、しばらくはまあ来ないだろうっていう流れではあったんですけど、突如だったんですよ。突如、多分おそらくなんですけど、その応天順次の先行サーバーの人たちが終わり、
千匹戻ってきて、要は報酬をもらうじゃないですか。報酬をもらった時に、まあ制服勝負だと制服って言ったら、まあ SP と制服、そして、玉符いつもあるんですけど、その横になんか変なもんがあると、なんかわけのわからんものがあると、これなんだって話になって、よくよく調べてみると、それが宝物システム、いわゆる宝物の素材かな、多分素材とかで、作るんでしょうけど、武器とか防具を作るんです。そのすごい、希少値の高い、レアな素材であろうものをゲットできたということで、来期金始終なんですけど、そこで同時に、まあ、宝物システムも実装されるのではないかということで、ワイワイガヤガヤなってるということでございます。はい。で、まあ宝物システム実装に関しては、まあやむを得ないかなっていうところは正直ありますよね。はい。まあどこまで日本でね調整されて、その美課金無課金とかに対する配慮とか、その強化とかでもとんでもない、なんか1200だっけ、最初1回強化1200玉とかそんなんだった気がしますけど、もう課金者でもバカ高いその集金システムみたいなことで、バランスを壊すのかということで、まあ、どこまでそれが調整されて、実装されるのかっていうのは、まあ気になるところですよね。もうなんかね、ツイッターの方ではね、もうもしそういうひどかったら やめるとかいう声もね聞こえてます。なんかやめようかやめまいかなって続けていらっしゃる方っていらっしゃると思うんです、正直ね。とりあえず惰性的にやってるとか、まあとりあえずゲームとか、まあもうあんまりだけど同じドメインとなんかワイワイガイガイするし、他にゲームがないしっていう方々がこれの引き金で、引退するっていう可能性も十分にあるということで、 LINE が来た、非通知にしなかった、はい、ということで、まあ、ここが心配されるところなんですけれども、まあそれはさておき、私がね、最も言いたいことは、先にそのホームシステムの実装に関しての告知を、まあ大型アップデート今回でもねしとくべきなんじゃないかなと思います。むしろ大天井地の報酬であるんだったら、もうその頃にもう来期はホームシステムをやりますよっていうことを告知しとかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよ。もらったものがこれ何なのみたいな、いきなりわけのわからんものがあるぞ。これ外の品の実績があって宝物システムあったらあったからこそね、宝物の素材なんだっていうことは分かりましたけども、そうでない第三国志というゲームだけだったとしたらよ、何なんこれっていうことになるでしょ。そんなこと普通しないっすよねと思って、本当相変わらずちょっと、まあ僕の考えおかしいかな分かんないけど、普通はそれわけのわからん、もらってもらうわけわかりません。何これみたいな。そんなことないでしょ。さ、ちゃんと前に告知して、ね。本来の大天井寺始まる前に告知して、大天井寺の報酬でも、これ報酬あるのかな、それ。出てくるのかな、天下で。大天井寺の報酬で、勝負、栄養報酬、玉だけじゃん。ここに本来宝物なんか素材みたいに、ね、載せておくとね、大天順次ねの制服でもらえる、僕もかすごい確認は取ってないんですけど、ね、大天順次の報酬かどうか分かってないんですけど、まあ多分おそらくそうでしょうけど、載せるべきなんじゃないんですかっていう。でそれでもちろんめちゃめちゃね、制服報酬でめちゃめちゃ希少値の高いレアな宝物システム、次回のね、金シーズンですか、そのシーズンでもものすごい優位に戦えるとかってことになったら、その大天順次でのもしかしたら制服報酬へのね、まあ向き合い方というか、本来は別にね普通のガチャと玉だけだったらもういいやっていうことで諦めたところが、いやそれもらえるんだったらみたいなことでめちゃめちゃね、やる気を出した同盟とか
諦めなかった同盟とかもいるかもしれないし、そこのモチベーションにもすごい関わるとこなんじゃないかな。ただでさえ落葉報酬とかなんかちょっと物足りなさを感じるっていうところの上乗せだったわけであって、なんかそこどうなんかなと僕はね思うんですよね。おもつねシステム、ただでさえ日本でも中国のことが日本でも騒ぎになって、これ言ったらもう引退するぜみたいな、わーってどうするどうする意見まで出してバーってやってる、そのなんか今までの中でないような、その要は細やかにそこをフォローせなきゃいけないとこじゃないですか。宝物システムに関しては特に早め早めに告知してどういう風にねやっていくのかっていうのを順序立ててね、プレイヤーに丁寧に説明して、いや無課金とか美課金でもチャンスありますよとかね、チャンスありますよとかいう形でやっていくのが俺はいいなと思ってたのに、もう先になんか素材がなんかわけわかんない出て、宝物出るんじゃねえみたいなってな感じでした。はい、以上。はい、最後に私からの告知です。別にこれがあったからとかじゃないですよ、もうちょっと前に決めてたんですけど、 Nintendo Switch 買います。12月からちょっとね新たな配信を始めようと思っています。はい、それに向けていろいろ準備していきたいと思いますんでね、ちょテスト配信もしたい、なんかおすすめのゲームあったらね教えてください。あんまりハマりすぎると私生活にも影響出るし、第三国志もねおろそかになっちゃいけないんですけど、スイッチ買います。で、10月のあの新発売される新発売っていうかね、新モデルっていうんですか、有機 EL 使われた搭載された、あれがまあ手に入るんだったらあっちの方がいいかなと思ってますけど、でも全然ね、久しくそういうコンシューマーというか家庭用ゲーム機買ってなくて、まあメガドライミニはね、ちょっとお遊びで買ったんですけど、最新のプレステとか、ね、そういったものをゲッ、購入してないので、スイッチもものすごい人気でしたよ。楽しみです。ということです。いや、第三国志を見捨てたわけではありませんので、よろしくお願いします。はい、ということで、お酒は私の手がまたにしたいでした。